皆さんこんにちは、ワナルルイシです。では今回は、ギルネブアクションの脅威 V、ティターンズ・ジャミート風編、続きをプレイしていきたいと思います。前回は地球上からハマーンのアクシズ軍を移送しましたので、今回はいよいよですね、サイド4、ここの奪還を行っていきたいと思います。開発状況なんですけども、技術、ご覧のような状況になっています。モビルスーツの方はこの後ジム3を量産して、エースにはハンブラビなんかをね、当てがいながら、戦力の強化を行っていきたいと思います。では時間を進めまーす。では、サイド4に進行します。まずは敵の生産を止めるために侵入します。この後シロッコやレコアのマーク5なんかも侵入させていきます。まずは白っ子ですね。しっかり、ここで、橋頭保となる拠点を一つ確保して敵を迎え撃ちましょう。さあ、これだけの攻撃を、果たして受け止められるかという不安はちょっとありますが、白っ子の能力に長けましょう。まあ、すでに白っ子はランク S まで成長は完全に、仕切っている状態にはなってますからね。大丈夫そうですかね。食らい切れそうですね。では、増援も出しましたので、ここから本格的にサイド4ですね、攻略していきましょう。とはいえですね、もう、シロッコが敵をだいぶ撃退してくれたおかげで、戦いの趨勢はほぼ決まったかなというところですね。ご紹介しておくと、まあ、このヤさんですね。ランクはすでに S に到達してもらいます。ダンケルもランク A。ラムサスもランク A です。これ、ランク S まで育てきっちゃいましょう。これで、サイド4は、奪還できました。ちなみに今戦ってもらったシトレなんですけども、シトレはですね、ランク S まで成長すると、ニュータイプ能力が覚醒する。まあそういうキャラクターなので、しっかり育てていきたいと思います。さて、サイド4を奪還したことによって、アクシズ軍に対して逆にね、宇宙反攻作戦が発動できるようになりました。これによって、ソロモンとサイド1の奪還作戦が発動できるようになりますので、早速発動しておきます。バウンドドックがね、開発完了してますね。バウンドドック誰に乗ってもらうか。まあゲーツキャバン乗ってもらいましょうか。せっかくニュータイプ機になってますからね。ジェリードとライラ、ベイトが余ってるのはもったいないので、ちょっとね、使っていけるように準備を整えたいかなと思います。では早速宇宙進行作戦ですね。発動しましょう。これより宇宙進行作戦を開始する。目標はアクシズ周辺空域の拠点、宇宙要塞ソロモン。およびサイドワンである。身の程をわきまえず地上に侵攻したハマーンカーンに正義の裁きを下すのだ。諸君らの健闘に期待する。報告します。ソロモンですが特に戦い発生することなく制圧できちゃいましたね。ジェガンの開発完了してます。この後ジェガンも量産化を進めていければだいぶ大きな戦力になってくれると思うので量産化を進めておきましょう。ではサイド1に部隊を進行させます。まずはハンブラビ隊ですね。ヤザン、ダンケル、ラムサス、これを進軍させて、さらにですねシトレのレベルを上げていきたいので、シトレも出撃させてます。ランク B をランク S まで頑張って育てていきましょう。このメンバーで敵10機ほど出てきてますけど、なんとか制圧していきたいと思います。さあ、敵の動き見ているとですね、なんか退却していきそうな、そういう動きに見えますね。まあ確かにこれを見てるとどうでしょう。敵は HLV。地球工作作戦を考えていたかのような、まあ、そういうユニットが多数あって、交代していってるのは事実ですね。
ここはシドレのマーク5。敵はドライ戦かな。射撃戦でちょっと思ったような成果が出てないっていうのが、まあ、ちょっとシドレがまだね成長しきれてない要因になってしまってるのかなとは思いますけど、まあ、しっかり敵の格闘はねかわしてくれてるので、まあ、よしとしましょう。ここはヤザン、ラムザス、ダンケル、まあ、敵は格上とも言えるドライ戦ですけど、パイロットが優秀ですからね、完勝という形です。噂ほどでもない。まあ、この調子でサイド1の敵戦力決して多くはない、強くはない、まあ、そういう状態のうちに片付けてしまいましょう。ここも敵はドライセンと、あと出撃のディアスですかね、前衛をしっかり射撃戦で倒してからシドレのマーク5で格闘で残りを撃墜するっていう、そういうパターンに持っていきたいですかね。ようやくサイコガンダムマーク2の設計図が来ました。まあ、サイド1の攻略中ですけど、これは欲しいので、開発、売額投資してでも、さっさと手に入れちゃいましょう。これで、サイド1も、ダッシュ、成功です。噂ほどでもない。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。ジャビト不覚化、サイド3より全世界に向けて放送が行われています。グレミートト、ザビ家の血筋を引くとされるアクシズの士官である。ミネバザビの血統を利用し中央集権に勤めたハマーンカーンにとってその存在は脅威である。ハマーンに反抗する旧ジオン公国系の勢力にとって最後の希望である。そのグレミートトがついにハマーンに反旗を翻したのである。ティターンズとエウーゴの混乱に乗じ地球圏を席巻したアクシズの勢力は二つに分裂したのであった。グレミートトはサイド3を本拠地として周辺空域を制圧しています。ザビ家の血筋だと、そのようなものに何ができるというのか。ジャミト不覚化、アクシズの戦力低下により本拠地宇宙要塞アクシズの攻略が可能です。アクシズ制圧作戦を提案します。はい、怒涛の流れがありましたが、状況を確認しましょう。まずアクシズの攻略ができるようになりましたということですが、部隊数67を要するアクシズに攻め込むのは、まあ、得策ではないですよね。その他グレミー軍も強力なので、まずここをなんとか始末をつける、対応する、まあそういう動きになるかなと思いますので、一度そうですね、まあサイド4あるいはソロモンまで撤退しましょう。地上の方もこんな形で、内部的にアフリカ大陸一帯を奪われている状態なので、まあ、ここの奪還からということになりそうです。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。